ウィリアム・ウィルバー・フォース・ジョージ・リッチモンド・ウィリアム・ウィルバー・フォースは、イギリスの政治家、白愛主義者、奴隷廃止主義者、奴隷貿易に反対する議会の運動のリーダーを、務めた。出生地春にある、ウィルバー・フォース・ハウスの庭にある、ウィルバー・フォースの像ウィルバー・フォースは、イギリス春にて、祖父のウィリアムが、バルト海の交易で富を築いた家族に、ロバート・ウィルバート・フォースの息子として生まれた。 ウィルバーフォースは幼い頃はハルグラマースクールに通っていたが1768年に父親を亡くすとロンドンのセントジェームズプレイスやウィンブルドンにいるおじ、おばと共に暮らすようになった。この頃彼はパットニーの学校で学んだ。ジョージ・ホイット・フィールドの各たる支持者であった彼のおばのハンナが若いウィルバーフォースにメソジスト教会の教義に関心を向けさせたのも この頃である。母や祖母は彼が福音主義に傾倒するのを心配して1771年に彼を春に連れ戻した。彼はそこのポックリントンスクールで引き続き教育を受けた。ウィルバンホースは1776年にイギリスのケンブリッジ大学のセントジョンズカレッジに進んだ。そこで彼は学生たちの集まりに没頭し、 学問を深刻に追求しようとする意識はあまり感じなかった。周囲の中でも特にウィリアム・ピットと親しくなり、彼との友情は一生のものとなった。はじめは自身の周辺で起こることに衝撃を受け、仲間の学生の極端な振る舞いは不快に思いつつも、やがて彼自身も快楽主義的な生き方を追い求めるようになった。 彼は1781年に学士号を1788年に修士号を取得した。ウィルバー・フォースはウェストミンスター修道院においてピットの隣に葬られている。この像は1840年に建てられた。戻って家族での商売に関与する気持ちがあまり持てなかったことからウィルバー・フォースは大学に在学中のうちにイギリス議会へ立候補することを決めた。 このため、1780年9月には21歳にして春選出の国会議員となった。独立したトーリー党員として彼は海軍の玄関や密輸に関する議論に参加し、また将来の首相であるウィリアム・ピットやケンブリッジからのもう一人の同世代、エドワード・エリオットとの友情を新たなものとした。1783年の秋にピット、 ウィルバー・フォースそしてエリオットは一緒にフランスへと旅をした。ピットは1783年12月に首相となり、ウィルバー・フォースは彼の少数派政権の鍵となる支援者となった。1784年に議会が解散された時には、ウィルバー・フォースはピットの支持者で、1784年イギリス総選挙の候補者としてすぐに注目を集めた。 4月6日には、ホイック等が破れ、彼は24歳にして、ヨークシャー終戦室の国会議員として議会に戻ってきた。1785年、ウィルバー・フォースは、宗教的転換をもたらす経験と彼が表現する、霊的な監督を経た。彼は、残りの人生をかけて、神のために奉仕することに専念することを誓った。彼が助言を受けた一人は、 福音主義的運動の主導的な立場にあった英国国教会の聖職者であるジョン・ニュートンであった。ピットを含めて彼がアドバイスを求めた人々は彼に政治の世界に留まるよう助言した。1787年にはミルバー・フォースはトーマス・クラークソンやチャールズ・ミドルトン及びミドルトン夫人による奴隷貿易に反対する運動を行う成長中の グループを彼らの県とのテストンの家で紹介され、議会における運動のリーダーとなるよう説得を受けた。そして、同年の1787年にウィルバーホースの友人、グランウィル・シャープが1786年に設立した奴隷貿易廃止促進協会にウィルバーホースも参加した。これはシャープら奴隷廃止主義者が中心に設立した奴隷を解放し、自由の国をスローガンに、 アフリカへ解放奴隷を移住させる計画である。数ヶ月を計画に費やし、1789年5月12日、ウィルバンホースは奴隷廃止を議題とする自身の最初の主要演説を庶民院で言った。その中で彼は奴隷貿易は道徳的に非難されるべきであり、自然な正義の問題であると理由づけた。クラークソンの証拠を引用しつつ、彼は 西アフリカから渡ってくる奴隷たちの仲介航路における驚くばかりの状況の詳細を述べ、奴隷貿易の廃止により、西インド諸島にすでにいる奴隷たちの状況の改善も行うことを主張した。彼は廃止に関する12の提案を提起した。これらは主に多数印刷され広く出回っていたクラークソンのアフリカ奴隷貿易の不得策に関する小論に、 基づいたものであった。1790年1月には、彼は、議会の審査委員会から、奴隷貿易につき審議し、彼が提出した、膨大な量の証拠を審査する許可を得ることに、成功した。1791年4月、ウィルバンホースは、奴隷貿易廃止のための最初の議案を提出した。この議案は十八対六十三の、 強結により安っさると否決された。ウィルバーフォースは奴隷貿易に関する問題を議会に提示し続けると、共にクラークソンは視察し筆を取ることを続けた。彼らの間では、クラークソンとウィルバーフォースは、かつてはなかったように世論を結集する、国民的運動を発生させ維持することが彼らの責務となっていた。これは長く続く議会での運動の始まりであった。 その間、ウィルバー・フォースは、各議会の会期ごとに廃止を支持する動議を提案し続けた。あらゆる利用できる機会を捉えて、会議員の前に奴隷貿易の問題を持ち出し、1792年4月と1793年2月には、廃止法案をさらに提出した。しかし、議会は法案の成立を拒んだ。ウィルバー・フォースは、 問題が議論されるように努力をさらに続けており、さらなる道義を1795年2月、1796年2月、そして1807年5月に言っていたが、1793年のフランスとの戦争の勃発は、大衆の気分が国家的な危機や侵略の脅威に向けられ、さらに真剣に検討されることを大きく妨げた。1788年には、 大西洋を横断する船の奴隷輸送容量を制限するサー・ウィリアム・ドルベンポーが議会を通過した。しかし、奴隷輸送船の過密状況をさらに回避する奴隷貿易規制法が制定されるのは1799年になってからであった。この頃、奴隷制度や奴隷貿易に関する一般の態度の変化が見られるようになってきた。19世紀初頭の数年は、 奴隷制廃止に向けて大きく展望が明けた年であった。けれども、ウィルバー・フォースが法案に進展があると本当の希望を持ったのは1804年になってからで、庶民院の各段階をすべて実際に通過したのはその年の6月であった。不運なことに貴族院を通過させるためには、会期との関係で遅すぎたことから、ウィルバー・フォースは1805年の会期に再度法案。 提出することを余儀なくされ、この会期では第二読解において頓挫することとなった。ウィルバー・フォースは、ホイック党や同等の廃止主義者との協力を深め、ピットの死後1806年2月からのグレンビル・フォックス政権への全面的な支援を与えた。グレンビルが貴族院で法案の指示を得るために説得の道を探るとともに、ウィルバー・フォースとチャールズ・フォックスは、 庶民院でのキャンペーンを主導した。会事弁護士であるジェームズ・ステファンの助言によって、戦術変更が図られた。その助言に基づき、1806年初頭、ウィルバー・フォースは、イギリスの国民に対しフランスの植民地への奴隷貿易を助けたり、参加したりすることを禁じる法案を指示した。これは、巧みな方策で、多数の船は実際その頃、アメリカ戦籍で、 イギリス人の船員により、リバプールより出港していた。この新しい外国奴隷貿易法はすぐに議会を通過し、新法はイギリスの奴隷貿易の3分の2をも禁じたことから、戦術は成功した。1806年9月のホックスの死は、廃止主義者への次の打撃となった。ウィルバー・フォースはグレンビルが実施した総選挙で、ヨークシャー選出議員としてこの時も再選され、 その年の後半を20年以上にわたって自身とクラークソンが集めてきた奴隷貿易を批判する膨大な量の証拠を要約した奴隷貿易の廃止に関するレターと題する用語のための文章の執筆に費やした。この文章は1807年1月31日に出版されキャンペーンの最終段階における基盤を成した。グレンビルは 貴族院に廃止法案を提出し、熱のこもった演説を行った。その中でグレンビルは、同僚議員を長い間奴隷貿易を廃止しなかったことについて批判し、奴隷貿易は、正義博愛、健全な政策の原理に反すると主張した。採決が行われ、法案は、貴族院を予測しなかった41対20という大きな差をつけて通過した。 長らく期待されていた突破がついになされたものと感じて、グレーハクは2月23日に庶民院の第二読解に法案を提出した。それまで20年間にわたって尽力してきたウィルバンホースへの賛辞がなされる中、法案は283対16で可決され、奴隷防易法は1807年3月に国王の採下を受け成立した。ウィルバンホースは 1807年以降も活動を続け、奴隷制度に対する彼の関心は、西インド諸島における奴隷たちの状況の改善を目指すアフリカンインスティテューションの設立につながった。彼はまた、西アフリカに、キリスト教を広めるシエラレオネプロジェクトにも貢献した。ウィルバー・フォースの議会の衝動者としての立場は広く認識され、その頃までに、義理の兄弟であるヘンリー・ソーントンや、 エドワード・エリオットと共に属するグループの第一人者としての立場にあった。1820年までに病気やそれに伴う公的活動の制限を経て、ウィルバー・フォースはなおすべての奴隷の最終的な解放を目指した活動を続けた。1821年にはトーマス・ファウエル・バクストンと庶民院での活動のリーダーシップを継承するように依頼した。ウィルバー・フォースは 1823年初頭に西インド諸島の黒人奴隷のための英帝国住人の宗教、正義、人道へのアピールを公表した。その中でウィルバンホースは奴隷たちの道徳的、精神的状況は奴隷制から生じているのであり、全面的な解放が道徳的、倫理的に正当化され、神の前の国家的義務であると主張した。 1823年には奴隷政官は段階的廃止協会が設立された。5月15日にはバクストンは奴隷制に反対する議会の決議を提案した。討論の中でミルバーフォースは積極的な役割を担った。討論は3月16日、6月11日に行われ、その中でミルバーフォースは庶民院での最後のスピーチを行った。 1824年、ウィルバーホースは重篤な病気にかかり、翌年早くに議員を辞職した。彼は1826年にロンドンの北にあるミルヒルの小さな土地に移った。これはいくらか彼の健康状態の改善につながった。辞職後も彼はその生涯を費やした奴隷性反対の主張に情熱的な信念を持ち続け、 多くの仲間たちとの活発なやりとりを続け、その中の多くの者のを訪ねた。1833年までに彼の健康状態は低下し、インフルエンザの重い症状に見舞われてからは完全に回遊することはなかった。1833年7月26日、彼は奴隷制廃止法案がようやく庶民院の第三度会を通過したことを聞いて大変喜んだ。 その翌日、彼はさらに衰弱し、7月29日早朝死亡した。1ヶ月後、グレーハクの政権下で、議会は、英帝国にいるすべての奴隷に自由を与える、奴隷制廃止法を成立させた。ウィリアム・ウィルバー・フォースは1833年8月3日、ウェストミンスター大衆動員に埋葬された。葬儀には、一般の多くの参列者に加え、 議会の両院のメンバーの多数が出席した。棺は大法官とグロスターコーラが担いだ。イギリスの偉大な議員の一人を記念する像が、ウェストミンスター大衆動院2840年に、記念碑が春2834年にそれぞれ建てられた。1797年4月にウィルバーフォースは、著書、A Practical View of the p r e v a y Ling, レリジェスシステムオブプロフェストクリスチャンズ・イン・ザ・ハイヤー・アンド・ミドル・クラセスオブ・ディス・カントリー・カントラステッド・イズリアル・クリスチャニティを完成させた。これは彼が1793年から取り組んでいた作品で彼自身が国家の道徳律であるべきものと考えていた新約聖書の教義を解説しキリスト教の復興を教え呼び覚ますものである。この著作は 非常に影響力のあったもので、彼の個人的な信仰告白や、彼を突き動かした見解を、他の著書よりも、はるかによく例示するものである。1806年に、ホックスが死去すると、ウィルバーホースはその年の後半を費やして、奴隷貿易の廃止に関する書簡を執筆した。これは、彼とクラークソンが20年にわたって集めた、貿易反対運動に関する膨大な証拠。 要約した、運動用語のためのエッセイである。本書は1807年1月31日に、刊行され、廃止運動の最終段階の基盤となった。ウィルバー・フォースは1823年の初頭に、西インド諸島の黒人奴隷のための、大英帝国新民の宗教、正義人間性への訴求を発表した。本書において、ウィルバー・フォースは、 奴隷の道徳と精神の状態は、まさに彼らの奴隷という身分から生ずるものであり、完全な解放こそが、道徳的、倫理的にも正当なことであり、神の前での国家の義務であると説いた。ウィルバンホースは、1797年4月15日に、ォリックシャーの銀行家、アイザック・スプーナーの長女バーバラーンと知り合い、最初の出会いから2週間も経た,たぬうちに求婚した。 二人は1797年5月30日にサマセットシューバースで結婚した。子供には、ウィリアム、バーバラ、エリザベス、ロバート・アイザック・ウィルバーフォース、サミュエル・ウィルバーフォース、ヘンリー・ウィリアム・ウィルバーフォースらがいる。彼が生まれた、キングストン・アポン・ハルの17世紀の邸宅は今日、ウィルバーフォース・ハウスという名の博物館となっている。ウィルバーフォースの生涯と、 奴隷制度との戦いを描いた映画、アメージング・グレースが、マイケル・アプテッド監督、ヨアン・グリフィズ主演で制作され、イギリス議会が、イギリス国民による奴隷輸入の禁止を可決してから200周年を記念して2007年3月23日に公開された。アメリカ合衆国をイオ州、ウィルバーホースのウィルバーホース大学の名は、ウィリアム・ウィルバーホースにちなんだものである。この大学は、 アフリカ系アメリカ人が所有した最初の大学であり、歴史的黒人大学の一つである。ありがとうございます。